私の名前は北茜。どこにでもいる会社員だ。仕事は事務ばかり。時々担当になったお客さんのところに挨拶に行く時もあるが、ほぼデスクワークだ。はあ、なんかいい出会いないかな。またそんなこと言って。そうだ、今度忘年会あるでしょ。いろんな部署の人が来るから、いい人いたらアタックすれば。同僚の元子からそんなことを言われ、私は一念発起。忘年会でいい人が見つからなければ婚活パーティーにでも行こうかと考えた。うちの会社は結構大きいし、独身者はちょうど社員数の半分くらい。ならきっと、と希望を持ちながら飲み屋に行くと、一番大きな宴会場を貸し切っていたのか、もう誰がどこにいるかも分かんないくらい人がいた。いやー、無礼講で誰がどこの部長かも分かんないや。隅っこで飲んでようか。こりゃダメだなと元子と隅に座ってちびちび飲み始めた。そこに来たのが営業部課長補佐の純太だった。そこに座っていい？人多すぎだよね。あ、はい。これが純太との出会いだった。結構若いのに課長補佐らしい。そこから元子と一緒にいろいろ話して関係を持つようになった。何回か休みにデートして彼の方から告白してきたのだ。よかったら付き合ってほしい。嬉しい。ぜひお願いします。会社には別段言うつもりはなかったが、なんとなく察してる人もいた。恋愛を禁止しているようなところでもなかったし、むしろ社内結婚推奨くらいだった。1年ほどお付き合いして結婚を意識して同棲へ。私もついに、なんて思っていた時、あることが起きた。いやー、ほんと困っちゃってさ。え、どうしたの？彼は一応役職を持っているので、接待などでちょくちょく飲みに行くことがあった。その度に疲れたとか聞いていたが、今回は相談のような愚痴を言ってきたのだ。同僚や部下がさ、給料日前になると食事に誘ってくるんだよ。まあ行くんだけどさ、数人で食事に行って、食って会計になると、みんなそそくさとその場を離れて、俺に全額払わせるんだ。何それ。そんで後から陰で、給料日前で金なかったからマジ助かったわ、あの人使えるよな、なんて言われてるのを聞いちゃってさ。信じられない。聞いていた私もさすがに腹が立ってきた。確かに上司や先輩だからとおごってくれる人はいる。だけどこれは度を超えている。もう同僚とかに誘われても食事に行かない方がいいよ。私は真面目にそう言ったのだが、立場上毎回断るわけにもいかないんだよ。多分あいつら接待で俺が金出してるのを見てて勘違いしてるんだと思う。接待は会社から金が出てるんだけどな、それ以外は俺の自腹なのに、その区別がわからないんだろう。要は同僚や部下は彼が接待で数万円の支払いをしてるのを彼のポケットマネーで払っていると思っていて、あいつ金あるからおごってもらおうとたかっているだけ。断りたいけどなかなかそうもいかなくて悩む彼には同情した。そうだよね、すぐにズバッとは切れないか。回数を少しずつ減らしていくとか。やってみるよ。一緒に対策を考えたりしていた。その数日後、会社内で彼の部下に会社の休憩室で会って突然謝られた。え？毎回純太さんを遅くまで連れ回してしまって申し訳ありません。それに支払いも毎回純太さんがしてくださって、自分たちにはいくら言っても1円も払わせてくれないんです。って言われてびっくり。彼から聞いていた話と随分違うではないか。気にしないでください。純太さんによろしく言っといてくださいね。その場では適当にやり過ごし帰宅。ただいま。彼も何事もなく帰ってきた。部下が言っていたのは本当なのだろうか、疑問になったので一つ提案した。私もあなたや同僚さんたちの飲み会に参加してみたいな。わ、いいよいいよ、同じ会社だし全然大丈夫。なんと心よく OK してもらえた。次の週の金曜日に飲み会があるからと店を教えられた。初めて参加する彼と同僚や部下との飲み会、一体何が正しいのか。ドキドキしつつ当日を迎えた。そこにはとんでもない光景が。ほらどんどん頼め。純太さん。ええから。食事会開始早々、彼が食べ物や飲み物を頼みまくる。その時は5人しかいなかったのに、テーブルに乗り切らない料理は床に置かれ、飲み物も飲み切る前から次から次へと注文。こんなに食べきれないですよ、と周りが断っているのに。ええから、足りないよりマシでしょ、とかいう強引な彼。僕は今日車なので。酒は飲めないという部下にもぐいぐい飲ませようとする。代行代払ってやるから飲めや。 ねえちょっと大丈夫なの？何が？私も微力ながら止めようとしたが、キョトン顔で返された。部下が言っていたことが真実だったんだ。
帰りになって大量に余った料理を店に頼んでお土産に包んでもらい、それ以外にも新たにお土産用に料理を注文し参加者に配る有様。ほら、車で来た部下には代行のお金だと言って1万を渡して、釣りはいらないよ、残りで嫁に何か買ってやんな、だって。帰りにみんながお金払いますからと言ってきたのだが、そういうの本当にやめて。これで明日からまたみんなが頑張ってくれれば俺にはそれが十分恩返しになるからさ。気前よく5万円ほど払って店を出た。周りが恐縮しちゃって見ててかわいそうになるくらいだった。そして帰りに私と2人になった途端、はーとため息をつく。見たか、あのこじきっぷりを。え？よく人の金であそこまで飲み食いできるよな。人として見てて恥ずかしい。だけどあんな奴らでも一応仲間だから俺が面倒見てやらないと、などなど他にもバリ雑言の嵐。いやいや全然違うじゃん。あなた自分一人で料理頼んで、お会計もみんなに払わせないで無理やり自分で払ってたよね。誰も勝手に料理頼んだりお会計時に逃げ出したりした人いなかったよね。そう言うと彼はだんまり、もう二度とあんな食事会はやめて、周りも困ってたよ。注意したら彼は突然切れ始めた。うっせえ、これが俺のストレス解消法なんだよ、気づけよバカ。は？彼曰くみんなに無理やり食事をおごり、それをみんな俺にたかってる、俺は悲劇のヒロインなんだ、あんな最低なゴミどもに食事を与えてやる俺ってなんていい人間なんだって脳内変換して、相手をボロクソにこき下ろすのが最高のストレス解消になると。冷めたなんてもんじゃない、人としてありえない、軽蔑以下の存在になって冷たい視線を送った。最低、全然いい人間なわけないでしょ、食べ物も無駄にして。冷めた、もう別れよ。なんでだよ、人のことバカにして何が悲劇のヒロインよ、あんたおかしい、もうすぐ家から出るわ。彼を無視してつかつか歩いて家へ、慌てて追いかけてきたが無視、家に着いたらとりあえず必要最低限なものだけまとめた。本当に出ていくのかよ。うん、残った荷物は少しずつ取りに来るから。なんでだよ、俺のストレス発散がそんなに嫌だったのかよ。嫌っていうよりドン引きっていうか、普通の人ならあんなことしないよ。逆に考えてよ、私が会社の人にあんなことしてたら嫌じゃない。それは。黙り込んだのを見て私は実家へ向かった。少し会社から遠くはなるが仕方ない。私の両親は早いうちに亡くなっており、実家にいるのは出戻りの姉とその娘だけ。同棲するまでは一緒に暮らしていた。戻ってきた私を見て姉は笑っていた。何よ、もう戻ってきたの？実は同棲して1年も経っていなかったからね。けれど話を聞いた姉はすぐ真面目な顔になった。そりゃドン引きだわ、結婚してなくてよかったわね、また一緒にここで暮らせばいいよ。ありがとうお姉ちゃん、めいっ子も歓迎してくれてほっとする。次の日は土曜日だったので、また彼がいる部屋に戻り荷物を取ってくることにした。心配だからと車で姉もめいも一緒に来ることに。部屋に着くとやっぱり彼が待っていた。なんだよ、もう戻ってきたのかよ、俺と結婚したいんだろ。ううん、荷物取りに来ただけ、お姉ちゃんと一緒にね。スルーして段ボールに荷物を入れる。てっきり私が謝ってくるとでも思っていたのか、おたおた彼は慌てていた。いいんだな、お前もう20代後半だろ、結婚できないぞ。結婚したいけどあんたとはもう嫌、絶対結婚したくない、はっきり目も合わさずに言ったので彼は言葉を失っていた。幸い段ボール5つほどに収まり、車に乗らない分は宅急便で出すことにした。じゃあこれ鍵ね、更新も解約もご勝手に。本気なのかよ、何回言わせんの、本気だっつーの。姉も少しだけ外に出てきて彼に呆れてこう言った。別れるって言うんだから別れなよ、あんたのやったことは他人の私から見てもおかしいから。こんな男でも同じ会社に勤めている。月曜日から憂鬱だなと思いつつ実家に帰った。そして週末明け、重い気持ちで会社に行くと、なんと彼が私の部署にいた。しかも部長に何やら言い寄っている。俺はあいつにお金たかられたんですよ、なんとかしてくださいよ。きちんと話を聞かないと、家賃も生活費もみんな俺が払ってんのに、男ができたって出てったんですよ。私に気づいた元子が駆け寄ってきた。ねえ、なんかずっと部長にあんたの悪口言ってるんだけど別れたの？うん、部長にも理由話すから元子もみんなも聞いてて。私がおどおどする必要はない、ずかずか彼と部長の前まで行った。ないことばかり言うのはやめてくれる？あ、おい早く金返せよ。部長、実は飲み会のことも含めて全部伝えた。10
純太はわめくばかり。そんなの嘘ですから。こいつ嘘つきなんで、嘘ついてストレス発散してるんすよ。まあ君んとこの部署の子呼べばわかるだろう。営業部に今すぐ電話して呼ぼうか。そんなのしなくたって、俺が言ってるのは正しいから。部長もまだどちらか片方だけ信じるつもりはないようだ。営業部長に内線で連絡し、ぞろぞろ営業部の人たちを連れてきてくれた。もちろん彼の部下もいる。悪いね、朝早くに。いやいや、私もこいつらから報告を受けてたんでね。前に出てきたのは飲み会に参加していた子たちだ。気前よくおごられるけど、毎回で困ってると。え？困ってるの？まさか自分に矛先が向くとは思わず、彼は油汗を流し出した。はい、あんなたくさん食べ物や酒を頼まれても全然楽しくないです。むしろ恐縮しちゃうし、車乗ってきてるのに飲ませるし。どうやら茜くんの言ってきたことが本当のようだな。営業部長も呆れていた。どういうつもりだ？おごらせて言うこと聞かせようとでも？違いますよ。おごって下に見ることでストレス発散になるんですって。小じきどもがあってずっと言ってましたし、むしろ困るって最初は私に言ったんです。あ、やめろ、何も言うな。なんと私の口を塞ごうと手を伸ばしてきたので、部下の一人が畑落としてくれた。いい加減にしてくださいよ。俺たちあんな風におごられてもあなたのことを慕ったりしませんから。むしろやばい人だ。飲み会にも行きたくないくらいだと思ってますよ。は？部下に言われたせいか、それとも下に見ていたやつにはっきり言われたせいか、彼はショックを隠しきれないでいた。あんなのおごられハラスメントですよ、おごはら。面白いな。確かにそうかもな。なあ東尾、お前が営業で大変なのわかるよ。課長補佐になったのに最近契約が伸び悩んでるもんな。顔を真っ赤にする純太。多分私には聞かせたくなかったのだ。同棲してる時、俺は営業成績トップだからとか言ってたし。なんだ、日常会話も嘘まみれか。だからってこれはおかしいぞ。少し休んだらどうだ。俺は悪くない。お決まりの逆切れ。私も我慢の限界だ。いや、あんたが悪いわ。後輩にまで気を使わせて、むしろそっちの方が恥ずかしくないの？食べ物を無駄にして楽しいの？悪いけど、そんなのがストレス発散とか言う人に部下はついてこないよ。その通りだな。よし、後の処分は追って。どうか降格だけは。俺らだけでは決められん。俺らの上の人にも言わないと。話が終わると、事務課のみんなに騒がせて申し訳ありませんと謝っていく営業部若手の皆さん。頭を下げないのは呆然とした彼だけだった。その後彼は降格と部署移動が決定。平社員となり給料も減ることに。移動先は庶務課だ。主に会社の掃除や備品の取り替えなどをする。まあぶっちゃけ窓際で何かやらかした人しか行けない部署だ。それが決まった時、彼は土下座する勢いで営業部長と人事に謝ったとか。嫌です、営業のままでいさせてください。みんなが君のことは無理って言ってるから、今まで通り働くのは厳しいよ。事例より事実の方が彼には衝撃だったんじゃないだろうか。一応表では気持ちよくおごってたから好かれてたと思ってたっぽい。それからはおとなしく庶務課で働いているようで、時々作業着を着ながら掃除などをしているのを見かける。私は知り合いを見つけると顔を背けて逃げていく。辞めたくてもきっと辞められないのだろう。あれだけ羽振りよくしていたからね。私の方は相変わらず事務課で働いている。今度は婚活パーティー行く？うん、そうしようかな。純太とは本当に別れることができてよかったと思う。嘘つきと平気で後のことを考えずお金を使う人とは絶対やっていけそうにないからね。これからの人生、どこかでいい人と出会えたらいいな。ご視聴ありがとうございました。また見てね。